ちゃんくん、ぱんちゃん、おはようございます。クロケンパパはもうお風呂も入ってご飯も食べました。これからママさんが向かいます。よいしょ。今日はね、どうしても原宿に行かなきゃいけないのよ。おしゃれな原宿、おしゃれに行かなきゃいけないので、夕方っていうか昼過ぎぐらいからね、夕方夜近くまでお留守番お願いします。なんか流しとくから。そうだね。ジャン君がシャーシャー言ってた時からのやつを何本か並べて置いとくから、あれには多分ジャン君ジャン君っていう声がいっぱい入ってるはずだからね。ポンちゃんはさ、音にあんまり反応してない感じがするけど、どうかな。そうね、あんまり。もう分かってんのかな。あれ iPad でしょって思ってたかな。すごいね、ポンちゃん。はい。じゃあ今日はうちにいる間はいっぱい遊ぼうぜ。ピンク色の湯たんぽを囲んで2人でぬくぬく寝ています。もうあんまり暖かくはないはずなんだけど、気持ちよさそうだね。もう一回よ。さて、こっちが喋ってますけどね。音質がやっぱりちょっと軽いかなと思っていて、ジャン君を納得させるにはもうちょっと低音が響いた方がいいのかなと。音色にうるさいかもしれないのでね。ちょっとスピーカーを持ってこようかな。はい。だいぶやっぱり全然、だいぶやっぱり全然って言っちゃう。違うなぁと。どうでしょう、この、ここが体だ、ここが頭。こんな人になってしまったのね、ということで、いけるんじゃないかな。これでちょっと行ってみます。さて、音質もこれで良くなったし、ジャン君、ごまかされてくれるかな。そうじゃないけどね。ジャン君、お腹あったかい。ジャン君の得意技ですね。うちではキャッチボールと呼んでいたんですが、本人は投げてるつもりはないんですけども、遊んでると飛んでいっちゃうという感じですね。
します。ゴリラクリニックは全国でも数少ない男性専門のクリニック。お客様は全て男性なので初めての方も安心。防水以外の追加料金は一切かかりません。だから累計実績490万人以上。さらに今なら2つ以上のコースを同時契約で 15% オフ。詳しくは詳細をチェック。昔々あるところにパイパン美女と呼ばれる女がおった。そんな女を口説き落として夜な夜なパンパンしてやった男の話じゃ。遡ること1日前。もう1時半か。どうする？よし、あの二人組行くぞ。ついてこい。ねえねえ、一緒に飲まない？いいよ、お兄さんイケメン。ウィーウィー乾杯。ゲアタ、右の子絶対やれるぜ。マジ？めっちゃ怖くない？俺が左の子枠からその間に連れ出せ。よかった、サンキュー。2年半を過ぎたあたりですね、信頼関係ががっつり深まったところで、パパを起こしに来るという技を覚えました。というよりは寝るなよっていうことですよね。寝てるパパを起こしに来るのと同時にお風呂を、覗きに来るというのもこの頃からの、癖？習慣ですかね。ハンモックで初めて乗ったとこかな。このハンモックまだ、今でも使ってます。あ、これは留守番ですね。1年以内の頃は留守番っていうとはしゃいでましたけど、これは寂しくて泣いています。ちょっと切ないですね。
か。まあいい。まあいいか。なんてやろ。まあいいや。まあいい。大丈夫。大丈夫。ジャン君は基本的には、抱っこが苦手なんですけれども、こうやって持ち上げるこう高さがだんだん、慣れてきているというかですね、不安がなくなりつつあると。ただやっぱり好きではないですね。3年が経ちました。まだ噛まれてますね。パパと、ジャン君の関係っていうのがちょっと面白くてですね、仲良くなればなるほど、こういうシーンはまだありましたね。今でも噛まれることはあります。これはママの手ですけれども、ママに関しては結構早い時期から、そうね、やっぱり母に撫でられるという雰囲気があるんでしょうね。気持ちよさそうにすることが多いですね。パパは遊び、ママは優しさでしょうか。これはちょっと古めの加湿器なんですけれども、少し温かい蒸気が出るタイプの、加湿器です。ちょっと大きいが型なんですけどね、これがジャン君のお気に入りになりました。暖かいというとこですね。ただ、今座ってるとこがちょうどそうなんですけれども、スイッチのオンオフがおそらくあってですね、こうやって乗っていると自分で切っちゃうという、ジレンマに陥ってましたね。これもう電源切れてんじゃないかな。住宅の業務を専門家にまるっと任せできるイエール段取り。やり取りはアプリでとっても簡単。住宅ローン業務代行アプリイエール段取り。イエイイエイイエール。
ちゃんくんにとっては変な夫婦だなと思ってるでしょうね。何かというとちょっかいをかけてくる、パパとこうやって何をされてるかこれ分かってないよね。ママは周りに人形を置いて楽しむと。あ、これがですね、もうちょっと前の頃からだと思うんですが、頭の上に物を乗せても平気な子ということが分かって、まあ重たいものはダメですけどね、軽いものをこうやって乗せるとしばらくこの体勢が続きます。ジャン君、ジャン君、棚の上どうぞ。この頃からですね、ジャン君、どんどん改良を進めてるんだけど、木でできている棚があってですね、その棚の上をきれいに掃除して、キャットタワーと呼んでですね、ジャン君には歩いてほしいなというふうにしていました。このクロケンパパのあぐらの中に入るのは、今でもお気に入りですね。我が家に来て3年5ヶ月ですね。1年8ヶ月くらいじゃないかって言って、我が家に来たので、合計で5年を過ぎたところですね。ということで5歳。面白い顔になって、この当時生活していた、マンションなんですけれども、すぐ隣が国道になっていてですね、その音が結構うるさかったので、音で驚いてるんでしょうか。して転げました。はい、ちゃんくん、上手に取れたかな。はい、ちゃんくん、はい、
ちょっとこっちで。これはまだ不完全ですけどね、おいでって言うと来る猫にもう今7年を経って、なっていますよ。あ、これはね黒犬パパが脱ぎ散らかしたパンツ、これが大好きなんですよね。これやっぱ動物だからでしょうかね。それからこれもすごいでしょ、口の中に指を入れて、歯磨きですね、それができるようにということで、ちょうどこの頃はいろんなことが始まってますね。今でも決して好きではないんですけれども、やっぱり信頼しているからこれができるということだと思います。歯ぐき綺麗になるよ。この頃なんか顎にちょっとしこりのようなものができたかなんかで、病院に連れて行きたいというふうに思ったんですね。で、病院に連れて行くのはこの子の場合はとても大変なことだったので、まずキャリーに慣れてもらうと。すごい緊張してる。これは東京の、保護猫の譲渡会ですね、との関係ができまして、まあジャン君を紹介してくれた方のつてですけどね、少しお手伝いを始めた頃です。これはですね、多分明るいから昼寝ですかね、あ、夜なのかな、黒犬パパが寝ていると起こしに来るジャン君です。甘えたちゃんになりましたね。あ、これこれ、このブラシを自分で出してですね、ブラシしてくれっていう要求をするようにもなりました。まずは薬なしで。はい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 、はい、これは OK ね。はい、気づかれないうちに。はい、ジンピン。
一滴だけど、あ、やっぱちょっと嫌なのかな。はい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 。これですか？一応成功です。ジャン君、ポンちゃん、よく留守番してくれました。ありがとうございます。ただ、帰ってきてからすぐ上がってこないで、もう一気にご飯食べちゃえって言って下で食べてたら、あなた泣いてましたね。あーあーあーって泣いてましたよね。そうでしょ。もう帰ってきてるのになんで来ないのって言ってたんでしょ。もう少し頑張れるというね。これからずっと明日までいますよ。